はい、こんにちは、コマポーチです。ということで今日はまたドラゴンクエスト1を、まあ、パート2ですね。今日は一応倒す目標は、まあ、遊王の、橋を作ることですね。まあ、目的ではロットの鎧を取って、で、倒すって感じです。まあ、最初の目的はロットかイメース、まあ、ゴーでもどっちにしようかなと思ったんだけど、まあ、後で敵狩りして考えたのは、まあ、スカートも最初の、まあ、荒れた村っていうか、今回行く村の経由は、あんま、ね、ないですかね。あとはダンジョンです。少しの。まあそこまでちょっと、まあちょっとここは実況しながら面白いの言いましょうか。まあ今回は外と地下の旅ですね。うん。まあここの敵は弾丸で倒せます。逃げるのもあるんだけどね。まあ行きましょうか。まあ、だいぶ強くなりましたね。うん、まあ、ナスたちも今回は、ラスボスの教えと直行する橋を作るから、まあ、このゲーム自体はあんま長くないことですね。まあ、実際プレイしてガリが多いので、ガリはカットしてることですね。ほぼほぼ冒険パートを入れます。まあ、さっき言ってんのは、ここの下に行くと、まあ、ボスがいる町がですね、荒れた町。街は青春と思ったら荒れた街なんですよ。だから最初これ見た時、え、村はこんなとこだろと思ったら砂漠の村だと思ったら砂漠の村じゃないってことですね。まあ、世界の半分が奪われてるってことですね。ここ。この、まあ、なんか砂漠みたいなところ、ここのみたいなところですね。あそこの家。まあ、今思ったのは、この下にちょっとボロボロだからね。ボロボロの、まあ、なんか、家多いから、まあちょっと見ると違和感あれってなるかもしれないけど、普通だって、普通で村が助けて村欲しいって時、ここの村って何もない敵のダンジョンでしたって感じだからね。うん、悪魔の騎士ってやつが入れるところだね、確か。まあドラゴンと一緒に拠点編長です。ということでちょっとスーパー敵狩りをするので、スーパー早く行きましょう。やべ、スーパー倍速したけど、まあまあ、ちょっとレベルありましたね。ちょっとね、悪魔の騎士ちょっとやばそうだから、ちょっと先にイメージを倒して、まあいい武器、炎の剣を手に入れたのは、まあここの町は大都市近郊内。まあ大都市の中でもまあでかいし、まあ剣が強いのが一番ですね。まあ少なくとも鎧ついたらもう売ろうかなって、ロトの鎧手に入れちゃう、売った方がいいかなと私は思うかな。まあ歩くと自動で回復するし、毒にも強いってやつですね。まあ行きましょうか。まあホルミ、早くベホルミ欲しいですね。最後の魔法ベホルミ、ベホルミは全回復なのね。あれ、ここだったっけ。あ、ここじゃないな。ここロトの印なんだけど、ロトの印は後回しの方ですね。まあまあ最後の方です。ちょっと行こうかな。やっぱ違いますね。上だって、この上がまあ、イメージされる村ですね。夢村ですね。まあ、ゴーデムがこのメルキドを守ってたってことですね。ただし敵のゴーデムになってしまった。まあ、このゲームでゴーデムっていうのはボスって見たもんですね。悪魔と同じく。ドラゴンだけ種類があるってやつですね。まあ、外と洞窟の方は。竜はまた別の敵がいいんですけどね。まあ、スカートもよくたまにここに来るドラゴンはそんな強くないです。あくまでもあそこの急に出てくる、もう固定されてる敵とかは、まあ拠点編長みたいなもんだからね。まあ、中ボスみたいなもんですね。だからドラゴンでもあっても、ちょっと強くしたり、攻撃力を。でも普通だったら、攻撃力よりも HP も普通ってことだからね。だから拠点編長ドラゴンはまあ特殊ってことですね。悪魔の騎士とか、イメージは、ゴーでもそういうことですね。だから固定されてる敵は中ボスってことです。まあ、そこが謎解き要素ですね、このゲームの。で、ここはドックなので少しホルムを使って、で、ゴーデムが見守ってる村に行きましょうか。もうこれホルム使ってかな、もうちょっと行く。あ、ほら来た来た来た、ゴーデム。ここであれですよ、妖精ブレの出番ですね、君の出番。まあここが唯一の多分謎解きかな。ドラゴンとか悪魔の騎士は単にバン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 戦う普通なんだけど、ここのゴーデムについては
行政船がないと積むっていうのがあるからね。だから最初に行ったパート1見た人は分かんないけど、そこの村で行政船問わないとここは積みます。まあ単純な謎なんですけど、あ、メイさんまた妖精船を使ってゴーデム、しかも妖精船を使えばゴーデムが永遠に 寝て攻撃しないので、ね、ゴーデム軟禁ができますね。軟禁、こちらが軟禁ゴーデムコースター、軟禁コースターとか関係ないけど、まあ寝かすことができるプリンですね。プープリンですね。プープリン、アンポロさんがプープリンを使ってカバさん、金アボレオさんのクッパの眠りを思い出しますね。まあ確かにこの妖精船はいい音ですが、どうしました。2500ポイントやったぜててまあゴーデム行ったらすごいね。じゃあちょっと行きましょうか。ということで、ちょっと強くしてもう17レベル、ちょっと1レベル上げて悪魔の方に挑みたいと思います。まあここで一応最後のボスですね。最後のボス行け。まあここ毒なのでもう回復するしかないです。まあこれ全回復もウェホームを手に入れたので、これいけしでしょう。来た悪魔の騎士こいつも、なんか三大拠点変長の、こいつが私的には一番強いかな。まあ眠りですと積むってのがあるからね、この戦士については。ゴーデムが一番簡単で、ドラゴンが二番目で、これ私的に一番難しい。ゴーデム一番、しかもヨーガだな。悪魔騎士を倒した。あ、もうそんな、運か。まあ、ヨトル手に入れたので、まあ、ヨトル印を手に入れて、こっからちょっと洞窟探索しましょうか。あ、これだ、これだ。適当に開くと、まあ、見つかる。まあ、隠しってみたもんですね。ということで、あの、盾を手に入れて、洞窟まで行きます。洞窟へ、ゴー。まあ、あれから宿とか、ちょっと寝て、まあ、行きました。この辺にあった気がする。ツン、ツン。よし、あった。発見。バイバーイ。まあ、ここはちょっと実況がちょっと少なそうで、ちょっと歌いながら、まあ、ポッチョの歌を歌いながら、ちょっと、敵をガンガン倒して、盾を手に入れましょう。まあ、いろんなモンスターは、そんなシンプルだけど、まあ、洞窟ですからね。ちょっと、ポッチョのお歌、明るい曲を歌って、まあ、過ごしましょうか。メトロゴーストで紫っていうと、半蔵門戦を思い出すな。メトロゴーストで紫。魔法同士もった。ということで、ミュージックスタートですね。ミュージックスタート。てーんてーねー。ててててんでねー。てーねーねーてーんでねー。パーンタラーン。てーん。てーねー。トゥナイス。口のあれにはカニサマイ車のヘッドライト思ったり思いが走るあの時は太陽の鏡だけスファーズ日を見陰させこの部屋から立ち去ったてんてんてん若さだけ僕を信じていて他の生き方を知らんねた。てるんてる、ビビカンベイク。なぜ、君を止めずに、ビビカンベイク。さまーす。言葉も探せず、痛みだけを除いた、あの日。ルーレズドゥーム、でてん、ねえ、でてんてん、ねえ、てててて、ドゥドゥンドゥン、ドゥドゥドゥン、ドゥドゥン、パララ、
ぞ、生まれ変わるよ、感じる宇宙のエネルギー、てんてん悲しみの渚の海の毛、悪いのは僕の方だね、てれんてれん、ビビカンベイクさあ、涙を拭いて、ビビカンベイクほら、地平の果てまで、君の愛を見つけ出すよ。ということでいかがでしたか。いやー、このゲームでオメガドライブさんのコズミックラブ歌うのはポッとしかいないと思うね。多分さすがに杉山さんのとアンドオメガドライブ多分ポッとしかいないと思う。いないでしょ、このドラゴンクエストのこんな暗い中の洞窟でビービカンベーって歌ったやついなそうですね。まあそれは置いといて、やっと銀の盾を手に入れたぞい。まあこれを捨ててもうルーダで、まあちょっとルーダじゃないか、イメリットで行けばいいか。まあそこから行きましょうか。よーし、グッバイ、到着。まあ階段下ればおじいちゃんがいます。おじいちゃん、よし、宝をゲットだぜ。でその後は雨だと思います。まあ下に行きましょうか。まあこの旅も、まあ地上ももうちょっとバイバイですね。ということで、また行きましょうか。ということで到着ですね。ここで最終方向です。最終方向だ。まあここで杖を使って、まあ虹を作ります。完全に虹が丘営業者ですね。それはバス営業者で。おお、めっちゃ急に点滅。ピカピカ点滅ですね。宝が来た。お宝オープンしちゃってます。オープンしちゃってます。いざピッ、虹のしずくですね。じゃあここで虹を作りましょう。もうここね、ここだ、ここだ、ここ虹のしずく使う。おお、真っ白、白いパラソルだな、ここ。よーし、橋完成。この人泳ぐことできないの、泳ぐのは。あ、ちょっとさっき18レベルって書いてあるけど、ちょっとさっきデータ消えちゃいました。17戻ってしまいましたが、まあちょっと、まあそこも倍速だったんだけど、まあ、特に異常です。ないですね。まあそれを置いといて、向かいましょうか。うん、ちょっとこうなっちゃったよ。データなんかねえよ、状態だったけど、まあ行きました。またこいつらをバンバン倒して、お城に向かって、まあ次回はお城探索して終わりって感じですね。まあもうちょっとここから強い敵がバンバン出てくるので、どうかわかりません。まあ近く宿があるので安心してきますね。まあここ唯一の階段ですよ。地形の、このゲーム唯一の地形の階段。まあ珍しい方ですね。まあこの他のドアがね、お城が。そういうことですね。そういったら普通にレベル上がったぞい。まあ、どんな城だというと、まあここはいわかるんだけど、まあこんな感じですね。まあ出ましょうか。ということで今日はここまで。次回はここで最終回ですね。ということでおしましょうか。ということで今日はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあ、さよなら。バイバーイ。